自分の外見に満足がいかない人は整形手術を受けることがあります。数ある方法の中でも固形物を挿入して希望する形を作る手術がしばしば行われますが、それは主に鼻や胸の手術で活用されます。このような手術を受けた後では固形物を取り除かない限り一生体内に残るので、今回のテーマの疑問が生じます。疑問を解決するために様々な分野の専門家に諮問してみました。結論から言うと固形物が残らない可能性が高いですが、状況によっては残る場合もあるようです。その理由を見てみましょう。下層の温度は地域によって多少の差がありますが、一般的に800から1200度の高温で、そこに遺体を入れて2時間ほど燃やすことになります。すると有機物が全て燃焼し無機物が残ります。ここで固形物の溶ける温度を知れればよかったのですが、客観的な数値を見つけることができませんでした。これに関連するものでシリコンの別名であるケイ素の溶ける温度が1414度であるため、仮装しても溶けないという意見も多くありましたが、これは固形物として使用されているシリコンとは全く異なる物質なので、誤解のないようお気をつけください。いずれにせよ高い確率で溶ける温度が火葬場の温度よりは低いはずです。海外メディアによると200から450度で溶けるそうですが、それでは全て溶けてなくなるのでしょうか。まず葬儀師とか葬儀師によると、個人の直接的な死因が整形手術でない限り整形履歴はわからないそうです。ただし約5年間の勤務期間で固形物がある個人もいたはずですが、一度も固形物を残余物の形で見つけたことがなく、聞いたこともないと答えてくれました。整形外科専門医も鼻の固形物は残らないという意見をくれました。ところが胸の固形物は2つの層に分かれて構成されており、外層は高温で燃えてしまっても中央の液体充填剤は高温でも耐えられる状況が生じる可能性があるため、残余物の形で残る可能性があるという意見をいただきました。したがって医師によって使用する固形物が異なり、固形物の大きさがバラバラであることと、火葬場ごとに火葬方法に少しずつ差がある可能性があり、火葬した時に偶然条件が重なって固形物が残余物の形で残ることもあるということです。余談として体内に挿入された固形物は一生取り除かれないのでしょうか。まず鼻や胸の場合、手術後に特に問題がなければ交換しなくてもいいそうです。そして最近は高齢の方で固形物を入れに来る方も多いそうなので、今回のテーマは十分可能性のある疑問です。疑問は解決されましたか？